ロベルト・シューマンのピアノ・ソナタ第3番へ、単調作品14は1835年に作られ、ピアニスト・イグナーツモシレスに検定された。1836年9月に出版された時のタイトルは、還元学のない競争曲であって、1853年10月に、スキルツォの第二楽章が挿入され、大幅な改訂が施された際に、ピアノ・ソナタ第3番となった。 このような経緯から、ピアノ・ソナタ第2番作品20により、作品番号が若い。元のタイトルが示すように、技巧的で華やかな曲である。全曲を通して、音階の加工音形と、普天リズムのモチーフが見られる。作曲当初は2つのスケルツを含む語学章で構成されていたが、最初の出版に際して、出版社ハスリン側の意向によりこれら2曲を削除して、 三楽章とし、上記のように再出版の際に一曲復活させた。作曲当初の復元版はドイツのフローリアン・ヘンシェルが初めて録音した。ヘタン長四分の四拍子。還元楽を思わせる全曲を貫く普天リズムの加工音形のモチーフで開始され、同じくピアノソロを思わせる分散和音による華やかなパッセージが続く。これらの二つの要素が、 1> 第1楽章のみならず、全曲を通して使用される。この楽章では、第1主題が、分散和音の伴奏を持つ加工音形、分散和音を元にした展開から火星的な、普天リズムの第2主題が続く。コデッタに、上昇音形が登場し、これも重要なモチーフとなる。展開部はこれらの要素が複雑に絡み合い、再現部となる。コーダも長大なものである。 なお、1853年の改訂の際に、出版社の意向で華麗に聞こえるように書いた初版から、一部、音形や音の変更を行った。変に長々、4分の3拍子、3部形式によるスケルォ。前日の通り、この学章は第2版で初めて加えられた。主題の前半は、加工音形、後半は、上昇音形による。中間部は、 分散和音を加えた三つの要素が融合し、山形の線を描く。ヘタン長4分の2拍子。後に妻となるクララビークの主題による変装曲。ちなみに、主題はクララのワルツ形式によるカプリス集、作品2の第7曲を元にしたと言われている。24小説からなる主題は、加工音形を中心とし、普天リズムや、火星的な部分、 後半に上昇音敬が使用されたりと、このそなたの基本モティーフに一致する。主題は半休止したまま変装へと続く。四つの変装では、テンポや表紙、リズムが変化していき、最後に長大なコーダがつく。初版及び原稿版では、作曲当初のオリジナルから二つの変装が削除され、変装の順も変更された。下端長、四分の二拍子。 この曲はすべて単調楽章からなり、結果重厚陰鬱な構成となっているが、この曲も単調で始まり、ラストになって、ようやく蝶々に転じる。指示通り、できるだけ早く、分散和音で鍵盤上を駆け回る。右手と左手が激しく対話し、その中から美しい旋律が浮かび上がる。最後を飾るにふさわしい、きらびやかな音楽である。初版では、 途中で表紙が16分の5拍子に変化する。下ン調、8分の6拍子。本来、現在の第二楽章の後ろに置かれており、上記のように死後出版された。そなたの核となる、加工音形を含んでいないが、ヘ長調のトリオの低音部に上昇音形が登場する。音符が小節線をまたぐシューマンらしい曲調。ありがとうございます。